こんにちは、ヨガスポーツです。はい、本日も競泳特集第2弾ということで、藤田怜二さんにね、引き続きお話ししていただきたいと思います。普段のね、練習日だったり、まあ、学校生活を中心に聞いていきたいと思いますので、後半もよろしくお願いします。お願いします。ここから本ちゃんみたいなとこありますよね。こっからが本ちゃんじゃないかな。ありがとうございます。練習日ってどういったスケジュールでやってます？週でいうと、僕なかったですね。ないですか？ないです。僕ありました。僕月曜とか。月曜ですよね。はい、ほとんどの学校で月曜。中京も多分東方もですよね。当時からあったって聞いてますけど。8月の30、はい、31と2日。はい。あと年末。はい。2日間ぐらい。はい。であとはもう毎日練習。そのいわゆるテスト週間とかもう練習です。雨の時はあの学校で練習するんですけど、あ、はい、基本雨練って楽楽なイメージですかね。結構きつかったですよ。マジですか？廊下がもうこの字になってるんですよ。あ、はいはいはい。そこをひたすら走るみたいな。校舎の中？校舎の中走るんです。ひたすら走る。体育館が、うん、あの空いてる時は、うん、40分ひたすら走る。逆回りで40分走る。で、その後筋トレみたいな。なんか、目もありそうですね。きつかったですよ。狭いんで。うん、で、部員も70人、80人を一気に走るんですよ、みんな。先輩とぶつかっちゃいけないから、もう先輩の邪魔しないように、よく四隅走って。晴れてる日は、その瀬戸の方までバスで。バスで行って、9時ぐらいが。9時ぐらいまで。家帰るのがもう10時。うわぁ、そうなんですか。で、次の日も始発で、うん、学校行って、朝練もある？朝練あります。朝練も、体育館、素振り、筋トレ。で、一番きつかったのが、最後に1分間逆立ちってあるんですよ。1分間逆立ち？70人、80人ぐらいが、みんな壁に向かって逆立ちするんですよ。プルプルプル。登るし。もうなるべく何も考えないようにして、なんか好きな女の子のこと考えたりとか。バス2台で行くんですか？1年生はマイクロバスってあって、そこの時間だけもう天国に行く。混ざると危険ですもんね。そうですね。年に1回、うん、2回、お盆の時に関西遠征。はい、なんかどういった高校とか練習者覚えてます？浪商とか、あと関東行った時は花咲徳栄とか、はい、東海大相模の。はいはいはい。これじゃあ菅野投手、はい、結構じゃあ練習試合とかは競泳のそのセットのグラウンドに来てもらうことが多かったんですか？そうですね、ほとんど県外でしたね。あのグラウンド来てもらって。そうですよね。駒大苫小牧が北海道から。はい、星稜高校とか。あ、星稜も。はいはい。セットのグラウンドはそのいわゆる専用野球場って感じなんですか？もう野球専用。あ、そう。サブグラウンドとかない？あ、サブグラウンドは外野の奥に。あ、あるんですね。はい。第1試合、A 戦が終わると、1軍がサブグラウンドで次練習やるんで、はい、体力の回復っていう。単独コーチはグラウンドに張り付いてる。グラウンドに張り付いてるんで、外野にこうやって、あの、板が、フェンスみたいな。フェンスみたいな。あの、そこでちょっとちっちゃい穴があるんですよ。見張り役を張らして。寮があるんですよ。はい。大きい量じゃないですけど、遠い人だけみたいな。あ、そうです。そこであの A チームだけ合宿するっていうの、僕たちの代であって、うん、寝食共にするっていうか。それはその夏前みたいな。夏前でしたね。あー、はい、チームを結束させる。ありました、ありました。あくまで当時の話ですね。話をさせてもらいたいんですけど、はいはいはい、どうですか、上下関係。一言で言うとやばいですか？地獄でしたね。3年生の先輩と喋った記憶がないですね、まだ。あ、これはさすがに。でもこっち系は、はいはいはい、あんまりない時代じゃないですか。あんまり。そうですね。でもちょっとね、さっきからあの気になってるんですけど、これあの当時の練習着でしょうか？そうですね。あ、いわゆる何でしたっけ？ KT って言うんですけど、 KT っていう2つは練習できる練習着ですね、はい、これ、はい、柴垣監督の時から、はい、昭和から、何十年も
そうですね、練習といえば、あの先輩方、はい、後輩方多分見られる方、懐かしいと思ってると思います。皆さんじゃあ持ってらっしゃる。そうですね。こういうのはもちろんねないみたいな話はあったんですけど、ちょっと無理のある設定というか、ここら辺とかですよね。なんかこういうなんかこれを見ていただければ、はい、ああいうこと起きたんだなって大体 OB の方は分かると思いますんで、今となってはいい思います。ね、すごいですよ、こっちも裏とかも、これもビリビリなんですよね。なんかこうならないと破れないのかなっていう。禁止事項ありますか？あ、結構いろいろありましたね、はい、アンダーシャツはまずアンダーアーマー、ピチピチの、あ、そうそう、あれだ禁止。水のプロ禁止。でもそれ中学校から使ってる人とかいません？あ、もうみんな買い替えたりとか、あの別のメーカーにしたりとか。ランクを落とさないといけない。ランクを落とさないといけない。学校で言うと、制服で言うとなんか、あ、制服で言うと、革靴禁止。革靴禁止ですか？これどこもあるんじゃないですか？だからそのいわゆるアップシューズ。あ、そうそう、アップシューズでしょ。あ、はい、要はかっこいいものはダメなんですよ。一年シャレたもんはダメ。シャレたもんはダメ。学食禁止だったんですよ。でもどうしてもあの弁当がない人が食べたいんですよ、はい、お昼食べないといけない。お腹減りますからね。一般生にお金渡してちょっと買ってきてくれる、はい、ダイソーですね。そうです、ダイソー、はい、ダイソー、はい、一応買ってきてくれたあの手数料も払うみたいな、うん、100円ビジネスとしてね。カバンとか競泳のカバンで、野球部の、はい、あれはもうみんな一律で、でもなんかあのみんな短くして、当時はね短いのが結んでね、1年生マックス長いのこの辺までここら辺まで行くやつ。帽子とかは、あの当時でもあの角っすよね。もうね、1年生はもう全員直角。もう、曲げちゃダメみたいな。曲げちゃダメ。言葉遣いとかとか、もうはいかいいえの二択。8割9割はもうはい。あの急にあの一発芸やれとかもありました。あ、無茶振り系ね。無茶振り系。受けたらちょっとあのもうあいつやるがやみたいな。練習よりネタを考える。あの練習終わり、最後練習終わり、はい、あの全員で、ええ、あの何て言ったら昭和、昭和、各自覚を持って練習に励むこと、努力工夫、競泳高校野球部として自覚の責任を持つこと、日常の生活を規律正しくすること、服装挨拶をしっかりすること、野球生には良き指導をすること、初注意はグラウンドで行うこと、はい、長い意識の継続、反した部員は即座に耐える。あ、ここちょっと隠れてますけど、厳しい一言ですね。そうですね。日常の生活からっていうところですよね。そうですね。はい。伝統的な練習があったとかってなんか覚えてます？グラウンドに、はい、ロープがあるんですよ。ロープ上から？あ、そうそう。もうなんか自衛隊みたいな。あ、綱登りみたいな。あ、そうそうそう。バッティング練習で、はい、4組ぐらいに分かれてやるんですよ、うん。ロープはなかなか効かないですね。一番ロープがきつかった。あ、そこが。5メーターぐらいですか？もっとあります。もっとある？はい。で、上まで行くってことですか？もうそれを腕の力だけで登ってくる。1本目って。はい。で、それを繰り返してです。10本ぐらいです。1年生の頃はもう、ちょっと、登れないんですよ。あ、そうですね。もう張っちゃって。でも、自然と3年生になると、スルスルスル登れるようになるんですよ。でも、パンパンに太くなって。あー、でもいいトレーニングではありますけど、なんか名前のついてる練習みたいなのがあるんですか？そういう。個人ノックってある？個人ノック、あのドラゴンズ の、 あの落合監督 の、 あの右に左にみたいな。そうそうそう、ゴールデンウィーク明けたぐらいに、はい、夏帯まで、はい、強化期間入る、はいはいはい、3ヶ月分ぐらいあの、うん、カレンダーでゾンって出される、うん、はい、今日はこれやるわ、あ、練習のもうその日が近づくと、もう憂鬱で X デーなわけですね。 X デーなんですよ。もう1人100本、100本、センターですよね。やばくないですか？やばっす。一番。ダイヤは一番きつかったです。だってプレー終わってすぐまた守備に戻るんですよ。大飛球打たれたり。うわー。で、取り終わった後に、なんでか知らんすけど、ちょこんって打たれたり。で、そこなんですよ。ボールそこなんですよ。えっ！そこまで走って取りに行くんですよ。後輩たちが数を数えてくれるんですよ。あ、藤田さん1本目、藤田さん2本目、みたいな。ちょっと、紛らわせ。70本目って言った後に75分目ーって
もう1年生の頃あのその役やってましたし、うまい具合ね、それ伝統なんですよ、個人ノックの。フーレンってブランドでやります？まあ基本ブランドでしたね。僕たちあのモリコロパークでやるんですよ。え、園内にちょっと長い階段があるんですよ。はい、階段ダッシュ、はい、人をオンさせて登る、漫画であるやつじゃないですか。手押し車ケンケンで登って、うわうわ、メニューがいっぱいあるわけですか。でそれ終わった後に、園内を10周、あの大きい公園を走るのが多いですね。走るですね、走りましたね。競泳は一周走グランド内をなタイム、あ、タイム切りで全員で2班に分かれて、うわ、マネージャーとかも参加して、え、最後直線、はい、もう遅い連中を背中を押すんですよ、みんなでみたいな。助けるんですね。助けるんですよ。普段そのまあ走ってるともうだい慣れてくるんですけど、3泊4日ぐらいで、あの修学旅行海外の方に行く。あ、そうなんですか。オフなようなもんで。ですよね。体力的にもちょっと落ちてる。3泊で急にグランド出て一周走始まるじゃないですか、はい、全員タイム切れない。不思議と毎日用の体になってます、はい、なんでもう代々先輩から修学旅行帰りの一周走は絶対何が何でも入れみたいな。気をつけろ。気をつける。野球部は推薦組のクラスみたいなのあるんですか。スポーツクラス、一般生と一緒で、もう一緒くたで、普通科、商業科、はい、機械科、どれかに入ってる。そうですね、もう自分の希望で入る。あ、そうなんですか。今はもうね、レイジさん体型キープされてますけど、高校時代もうちょっと細かったんですか。細かったです。僕は身長が今76で、体重が現金の時60代でした。60代後半ぐらいです。だいぶ細かったでしょうし、そんなにやっぱ練習も大変なんで、普通落ちてっちゃうんですか。僕ちょっと一時期寮に入ってたんで。あ、そうなんですか。野球部の、寮生だけ、はい、あのお弁当が出るんです、金魚鉢みたいなサイズの、はいはい、タッパー米が敷き詰められて、とおかずみたいな。食べきれなくて、パンセンちょっと、飯与えた。結構じゃあ食事は大変だったんですか。まず野球を続けるか、続けないか。二択。で、続けるなら、大学進学するか、はい、社会人でやるか、はいはい。で、どのタイミングで面談とかあるんですか。高3春ぐらいですか。そうですね、第1、第2、第3希望っていう。あ、紙に書いて。もプロとかやっぱ目指しました。レベルが違うなって。名電に渡辺って言ってた、ね、はい、あ、はい、渡辺雅人さん、はい、あのパンチ力はもう別格だなと思って。渡辺さん確かもうプロ注目だった、うん、名古屋ドームホームランだったじゃん。出てましたね。あの名古屋ドームのホームラン見た時、まだまだだな。あ、本当ですか。やっぱり思いました。実力不足だなって。本当ですか。その進学先というと、競泳からはどういうルートが多いっていうか。愛知県でいうと中部、愛知学院、愛工大、成城大学と。特に一部リーグみたいな強い大学に行くのが多い、ね、はい。一応鈴鹿大の付属、鈴鹿国際大学、そこに行かれるってあんまない。もう話はありました。あ、ありますか。一応姉妹校なんで、監督さんがセレクション受けてみるかとか、はい、提案が、はい、そのアジア大学を進めていただいて、はい、超名門で、はい、厳しいっていうのが当時は有名ですよね。当時ってあの SNS とかってあんまり、まあそうですね、なかったじゃないですか。ないですね、情報が。情報がないんで、当時あの体育の先生がいたんですけど、はい、仲良くさせてもらったんですけど、どういうとこなんですか。友達おるですぐ聞くわみたいな話になって、後日あの僕呼ばれて、やめとけ。今よりさらに地獄が始まるぞ。高校の2年の時に、大学の選手権に初出場して、あ、これからもうこれからっていう、大学で、高校の時甲子園出れなかったんで、うん、大学って言ったら神宮じゃないですか、うん、全国っていう舞台に行けるチャンスが、なるほど、一番近いっていうことで。なるほど。中部学院大学。おお、話聞いたところ、そこにはね、すごい選手も集まって。広島カープの、はい、ロマン、床田。床田選手。で、結局全国は行けないんですよ。
競泳ってローリングスのイメージがあるんですけど。ローリングスですね。あれどういう感じなんですか。レギュラー、はい、レギュラーだけ。グローブが1個を支給されて。あ、本当ですか。はい。まあ、バットとかいろんな、うん、道具も全部ローリングスでしたね。最悪買わなくても。そうですね。なんとかもらえたりとか。そうですね。チームとしてあったりとか。はい。ちなみにバットは何使ってました。バットはスラッガーなんですよ。え？いいんですね。スラッガーなんですよ。ローリングスじゃなくても。ローリングスじゃないです。あ、スラッガー珍しくないですか。スラッガー使ってました。一番しっくりとったんですね。ルイスビルじゃなくて。ルイスビルスラッガー。あ、音がいいですよね。結構こだわりとかありました。グローブとかバットとか。いや、もう全然なくて。コンバートした時も内野のグローブしかなかったんで、ああ先輩からもらったグローブで。あ、そのまま。そのまま外野で。競泳入ってよかったですか。よかったです。競泳入ったからまあ今があるっていうか。うん。仕事にも行きたりします、ね。そうですね。当時のまあいろんな知恵というか、はいはい、ここ乗り越えりゃいいなとか、ケースバイケースでいろんなのこと乗り越えとるんで。今小中学生の皆さんはやっぱり4強目指すと思うんです。競泳高校。どのくらいの実力中学でやってほしいですかね。やっぱりタイミングもありますし、まあ、もちろんもちろん。こう一番で力が出せる、うん、勝負強さ。勝負強さですね。スター選手だけが注目されるんじゃなくて、うん、やっぱりその脇役とかもそういうチャンスは絶対あると思う、うん、そこで出た時にしっかり力が出せるように、うん、普段から練習して。なるほどですね。欲しいですね。なるほど。絶対誰にでもチャンスあると思うんで。素晴らしい。まあ、今話したこと、まあ、当時の話なんでね、うん、今は全然環境もいろんな練習内容も変わってると思うので、競泳高校目指して、うん、甲子園に出場して、うん、OB として応援しに行きたいですね、うん、なるほどですね、ありがとうございます。2008年競泳高校副主将一番のリードオフマン藤田玲二さんにお越しいただいて学校の紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。